でですね、はい、またその砂利道戻ってきまして、はい、ちょっと晴れたってことで、はい、ちょっとこの焼き鳥居酒屋猫パンチさんに、はい、今日は猫パンチさんです。猫パンチさん でも僕たちが食べるのはラーメンなんです実は。ラーメン、居酒屋に行ってラーメンですね。ちょっと中入ってみましょうか。はい、はい、砂利道にありますね。砂利道にありますんで、まあ、こんな感じでなってますね。猫パンチさんですね。こんにちは、はい、よっしゃい。あ、見てください、あれピエロのステッカーじゃないですか。ピエロ、あ、これ本当ですか。ヤマトピエロのピエロ、ヤマトピエロなんですか、このステッカーは。だよね、ヤマトピエロ。あのマスターは、はい、ピエロの元 OB ですか。マスターって大丈夫なんですか。全然関係ないですよ。失礼しました、失礼しました、すいません。あ、しかもあれですね、はい、ドールのステッカーもありますね。あ、本当だ。はい、はい、ドールのステッカー、はい、自分はですね、ドール、あ、マル先輩ドールですね。あ、俊太先輩はアジサイでしたね、それは。はい、確か丸先輩ドールって言ってたんですよね。うん、なるほど。ちょっとあの、はい、実はここオロチョン、なんか実は居酒屋なんですけど、僕らがさっきオロチョンを頼んだりとかして、はいはい、なんかすごいラーメンが美味しいという。ラーメン、そうですね、ちょっとラーメン、なぜかラーメンなんですけど、食べましょうかね。はい、美味しいです。あの、はい、カウンターに、はい、実はなんかすごいあの、はい、アニーみたいなのが、これアニーみたいな方が。これどこかで見たマーク。ピエロですね。ピエロ、はい、これピエロで合ってますか。はい、合ってます。よろしくお願いします。ああ、え、なんか初期の方なんですか。おじいさんです。なんかでも、はい、もう貫禄からして多分もう本当多分初代とかあんぐらいの方なのかなとか思うんですけど。ただものじゃない。はい、ぶっこんでくんでよろしく。はい、こうやって寝ないと。明日があるさ。おじいちゃんか。でもだって絶対そういうのじゃなかったらチームを愛してなかったら来てないですもんね。あ、確かに確かに。これは絶対もう違うっても絶対そうですよねってなっちゃうんですよね、服が。そうですね。はい、うちのデザイナーがいるから、ね、あ、デザイナーが、デザイナーママ、デザイナーママ、デザイナーママ、へぇ、あ、そうなんですか。で、さっき、T シャツなんですさっきその、え、あ、ネコパンチ T シャツ、え、これですか。あ、かわいいですね。全然拾ってくれないです。本当だ、あ、頭詰めますね。ネコパンチ T シャツあれですよ、マスターあれですよ、あの、あ、T シャツ映ってないですよ、あれが、オーバーオールで。ああ、確かに。なるほどね。はい、映ってなかった。あ、僕は俺も見せたかったんだよね。変な体と見せないのいいよね。捕まるよ。え、なんかさっき聞いたんですけど、ヤマトにピエロっていう居酒屋があるってさっき。あ、はい、聞いたんですけど。はい、はい、あるよ。ヤマトのどちらに。駅の前に。駅前、ヤマト駅の前に。そう、近くにね。え、なんでピエロっていう名前なんですかね。うちの、はい、あの親父にやってるから、体調が。ああ、そうなんですよ。あ、へえ、そこがマスターをやられてるお店が。じゃあそこに今度電話してアポ取った方がいいんじゃない。あ、そうですね。あ、今度じゃあちょっとあのピエロさんにちょっとお邪魔させて、あ、逆にだから今あのあれですね、聞いて YouTuber これあったんだけど話しといてくれって言ってもらいましょうか。はい、勝手に話してください。 YouTube の取材っていうか聞いてあげてもいいですか。いいですか。猫パン、あ、可愛いですね、マスター。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあちょっと皆さん、猫パンチさん、猫パンチさん来てください、はい、いや、鶴間です。鶴間の砂利道の中にある鶴間駅から徒歩2分です。まあ、普通の見た、建前は居酒屋さんですよね。はい、まあ、普通に居酒屋です。居酒屋ですね。ラーメン頼まない。ラーメン食べる人、あ、ラーメン頼む人あんまりいないですか。あ、いないですか。ラーメンだけ食べに来る人あんまりいないかもしれない。すいません。白いラーメンね。ちょ、オロチョンラーメン、これオロチョンですよね。はい、これは北海道のね、はい、オロチョンラーメン、オロチョンラーメン。居酒屋いないですか、ラーメンだけ食いに来るやつは。あ、います、います。本当ですか。あ、じゃあそれもでも、はい、全然 OK ですか。はい、OK です。最初ちょっと気まずいかなと思ったんですけど、大丈夫です。全然 OK です。はい。ラーメンだけでも、はい、はい、なんで見てる方、猫パンチさんラーメンもこれから食べるんですけど、はい、基本うちあの焼き鳥屋なんで焼き鳥だけでも OK です。はい、はい、ああ、まあ基本焼き鳥屋ですよね。はい、ワンドリンクぐらい頼めってな。
そうですね。ハンドリー季節商品ですけど、あのやっぱり西山麺を使ったあの、はい、冷やし中華もやってますんで、はい、あ、美味しそうですね、冷やし中華やめ時が分かんないんです。あ、書いてありますね。あ、はい、始めようかな。いいですね。じゃあちょっと食べてきます。いただきます。ありがとうございます。マスターまで、まだまだまだ。お疲れ様です。いや、美味しかったっすね。はい、いや、ラーメン、そうですね。ラーメン屋として全然やっていけますね。あ、そうですか。はい。まあ、いけますよ。まあ、ちょっと、はい、うまいです。はい。はい、今日本当美味しい。まあ本当今度酒飲みたかったですね。酒できてなかったんで。はい。はい、今度あのうちの本店がね、ザマの栗原っていうところに。あ、どうぞ行ってください。全然一緒か、行ってください。そこはね、ライライ軒っていう、はい、本当にもうラーメン屋です。うちと違って純粋なラーメン屋で。あ、そうなんですか。はい。まあ、場所からね、あの井上尚弥選手とかね。ああ、はい。よく食べに来て。ライライ軒。運が良ければ会えるというね。なるほど。ザマのライライ軒。はい。よかったら行ってみてください。はあ、ザマのライライ軒です。はい。ライライ軒。ここは猫パンチ。ここは猫パンチ。ここは猫パンチです。はい。今日はありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございます。また食べてきますんで。よろしくお願いします。